はい、後藤輝樹です。ちょっと離婚のね、理由を考えるっていう、まあ、結構たくさん考えてるんですけどね、結構もう出し尽くしたみたいなのあると思うんですけど、はい、ふと、だからもうね、たくさん、もう離婚の理由はね、正直わかりません。わからない。決定的なね、なんかわかりやすいのあるじゃないですか、浮気だとか DV だとか、もうそういうのないから、もう、多分ね、細かいのがたくさんあるんですよ、細かいのが。細かいのたくさんあって、本当に、だから、最終的にはね、多分僕の不徳の致すところというか、まあ、まだに人間力というか、自分の至らなさでね、嫌にさせてしまったっていうのがあると思うんですね。だから、そういう、もう細かいところ。うん。だから、うん。だからもう本当、細かいところをちょっとこう、もっとこう、丁寧にやっていくっていうか、まあ、そういうところだと思うんですよね。その丁寧さというか、だから僕、例えば、まあ、本当にたくさんあって、例えば、ありがとうございます、感謝です、愛してます、みたいな僕言ってるんですけども、別れた妻にも言ってたわけですよ。で、ご飯作ってくれてありがとうございますっていう。だからそれが、ちょっとね、まあ、回数少ないっていうのと、まあ、回数少ないっていう、もっと言ってもよかったかなっていうのはあるんですね。だから、ハグとかもね、まあ、ハグもしてる方かなとは思いますけど、言い方、その、トーンとかニュアンス。だからちょっと棒読み見たくなっちゃってるから、棒読み見たく。もっと気持ちを込めて、もうちょっと気持ちを込める、もう練習しなあかんなと思います、正直。うん、だから本当に、言い方とか、ちょっとした言い方、本当に、テニオ派とか、そういうところだと思うんですよ。だからその、いやもう恥ずかしいな、でもその、いつもありがとうございます、感謝です、愛してるみたいな言うんだけど、多分、棒読み見たくなってるんですよ。棒読み見たくなってて、もっとだから、その、演じるって言ったら変だけど、もっと演じるんじゃなくて、もっと気持ちを込めなきゃいけない気持ちを。その一つ一つに、ちょっとね、とりあえず言ってるとか、そういうつもりはないんですけど、もっと気持ちを込めていかなきゃいけなかったと思うんですよね。一つ一つ、生活の一つ一つにもっと、うん、そう。だからちょっとだから、本当に、ちょっとなんでにやけたかっていう、ちょっとだから、練習しようっていうの。だこういう、だから、いや、これなんか、いざやるとなるとなんか恥ずかしいな。でも、だからこういうね、だから恥ずかしがってちゃダメなんですよ。うん。だから、実家とかね、お父さんお母さんだとね、言いにくい、恥ずかしいとかあるんだけど、俺ね、多分恋人だったら全然言える。うん。今ちょっとなんか、カメラ回るとなんか言いにくくなっちゃうな。だから本当でも、ちょっともし、これ、まあ、後藤輝樹の取説であげるかもしれないんですけど、ちょっと丁寧さがなくなってたら、本当に注意してください。もしね、注意する機会あるかどうかわかんないですけど、もしこれ聞いてて、ね、誰か、今後、将来的に、うん、もう気持ちこもってないよ。気持ちこもってるって取説で言ってたよねっていうの言ってくれたら、あ、すいませんってなると思う。だから毎日、だからもう朝の初めですよね、朝起きるじゃないですか、だから おはようからね、おはようから気持ち込めなきゃダメだよね、おはようから。おはようから。ちょっとなんかね、シャワー浴びたのに、ちょっと汗かいてきましたよ、正直。ちょっとなんか。今日あったかいっていうのもあるし。何やってんの？もう本当、ちょっと、だから、こんなんじゃダメだぞ、後藤輝樹、マジで。うん。寝てるだろ？寝て起きて、おはよう。あ、ダメだ、もう本当、そんなんだから離婚するんだろ、マジで。マジで、本当に。おはよう。ちょっとこれじゃない本当に、マジで。おはよう。おはようでこれだもん。どうすんだ、これ、マジで。おはようで。おはようでこんなんだって、マジで。おはよう。
だで起きるでしょ。で、おはよう、おはよう。さっきね、思いついたとき、結構、あ、こういうふうにやればよかったんだ、みたいな、できたんだけど、ちょっと恥ずかしくなってきて、マジで。あ、多分そんな。おはよう、おはよう。ちょっとそんなもん、あ、もう気にすんなもん。おはよう、おはよう、好きだよ。あれだ、ほんとマジで。もっとだから、そんなこと言ってるからダメなんだ、マジで。後藤輝樹を。後藤輝樹。後藤輝樹。思い出せ。おはよう。あ、なんだ、ちょっと。なんか見られてると思うとちょっとできんな。そんなもんか。ちょっと待って、マジ、ほんとに。おはよう。おはよう。おはよう、今日も一日よろしくね。おはよう。今日も一日よろしくね。いつもありがとう。大好きだよ。愛してる。大丈夫大丈夫これ。ちょっと大丈夫ちょっとなんか、棒読みになってない？おはよう。おはよう。まだ寝てていいよ。おはよう。おはよう。うん、まだ寝てて大丈夫だよ。うん。あと朝ごはんとかね。朝ごはんね、俺が作んなきゃいけなかったら。朝ごはん。朝ごはん作るってもさ、焼き飯か納豆とかでもいいや。おはよう。おはよう。おはよう。あ、俺今日朝ごはん作っといたから、もしよかったら。何これ。でも俺作ってる音で目覚みたいって言ってたんで、作ってる音で目覚みたいみたいな。焼き飯だと匂いがバレちゃうから、納豆だな。納豆で、あ、おはよう。おはよう。おはよう。あ、ここで目線これにすればいいんだ、目線。めっちゃ恥ずかしいな、これマジで。いや、これ何、本番できんのか、本番。こんなことで恥ずかしがってた。本番できんのか、お前、後藤輝樹。あ、おはよう。あ、ご飯作っといたよ。あ、まだまだ、まだ、もうちょっとだから、まだ寝てていいよ。今日も好きだよ。愛してる。こんな、これ、こんな感じ？こんな感じだろ？愛してる。今日も大好きだよ。愛してる。いつも一緒にいてくれてありがとう。これ、よしよしよし。よしよし。こういう感じ、こういう感じでいい。こういう、多分、俺が言ってたのは、いつもありがとうございます。感謝です。愛してます。こんなのは、いつもありがとうございます。感謝です。愛してます。だから、普段のゴミ拾いの動画も、ゴミこう、撮ってるやんか。撮ってて、はい、2月13日、本日のだから、本当になんか、もっと顔を作るんだからな。もっとね、気持ち込めろ、後藤輝樹、気持ち込めろ。2月13日、本日のゴミ拾い。もう撮ってるふり。2月13日、本日のゴミ拾いです。今日はこんな感じです。はい、いつもありがとうございます。感謝しています。愛してます。これからも、街を、地球をきれいにさせていただきます。ありがとうございます。世のため、人のため、恩返しのため、日々精進させていただきます。表情確認できてた。本当気持ちを込め、そうそう、だからそういう細かいところ、細かいところ、日々のそういう細かいところをこう流してやるんじゃなくて、もう気持ち込めなきゃ。あと、その、ハグとかね、ハグ。ハグ1日最低4回やらないとやばいから、できれば12回。12回やってなかった、12回は。繋いでたんだけど、ハグ12回やんなきゃダメなんだ。12回やんなくてもいいけど、まあ、8回ぐらいは。数字的に、まあ、13、10、まあ、11。まあ、ハグ。もっとハグ。ハグ。で、ハグ、ハグ、ハグ10。性行為100ぐらいだろ。性行為100ぐらいで、ハグ12で。性行為で加算、性行為100だ、ハグ12、まあまあいいや。
より質の上だどうなんだ、わかんない、まあいいや。そのおはようの地とかね、おはようの地とかやってなかったな。おはようの地はあんゼロじゃないけど、そんなにやっ、おはようの地、なんだおはようの地っていうのは。そういうとこ、そういう気持ち込めなきゃいけない。お休みの中やってるだろうな、ほら。お休みの中の方がいいもん。お休みもね、お休み。あ。本当表情作んないと、後藤輝樹。それ普段の動画からもやんなきゃいけないんだろ、どうせ後藤輝樹、おい。後藤輝樹。顔作って。あ、今日もご飯美味しかった。ありがとう。今日も。棒読みだったね、これ。大丈夫？あ、今日も。あ、おやすみ。今日も一日ありがとう。大好きだよ。愛してる。チュッ。こういう、こんなのやってなかったよ、正直。こんなね、ここまでのやつやってなかった、本当に。こう、そういうとこ多分、だからね、今日もありがとう、愛してる。今日もありがとう、愛してる。ちょっと棒読みになってた。棒読みになってたのは、ちょっとはず、多分恥ずかしさもあったと思う。恥ずかしさもあったから、今日も一日ありがとう、お休み、愛してる。こんな、多分ね、こんな感じだと思う。おやすみ、愛してる。その本当だから、俺は愛してるを挨拶みたくしたいと思ってるから、ちょっとそっちに寄りすぎちゃったよ。本当、自然に愛してるをもっと言おうと思ってたから、もうね、愛してるがちょっと流れてたかもしれない。おやすみ、今日も愛してる。おやすみ、そんな感じかもしれない。だから、もっとそうだね、だから。あ、今日もご飯を、今日も今日もご飯美味しかったよ。今日のラーメンもすごく美味しかった。チャーハン。今日の鶏ハムもすごく美味しかった。ありがとう。あ、今日もう、いや、もうこんな手はいいわ。あ、今日のご飯も美味しかった、すごく。本当にありがとう、マジで。ちょっと病院、大丈夫、顔が。いや、あ、おやすみ。本当、今日もね、ご飯美味しかった、ありがとう。本当に。ちょ、ダメだ、これ。マジで。自信持ってばいいんだ、これ。自信が大事だ。おやすみ。洗濯物ありがとう、本当に。ご飯もすごく美味しかった、本当に。ありがとう、本当に。今日も、はい、好きだよ、愛してる。おやすみ、はい、また明日。まあいいや、まあ、だから正直、俺こんな感じでいくから、マジでこんな感じでいくから、本当にね、マジで。だから、ちょっと、もしね、今後ね、後藤さん、てるきさん、男女関わらず、ちょっと気持ちこもってないですよ、つって。ちょっとなんか、言い方が棒読みですよ、とか、ちょっと本当言ってほしい、もしそういうことがあったら。うん、だからもうそういう細かいとこ。うん、細かいとこよ。あ、本当に。結構ね、本当細かいとこだと思う。もう本当にそういうレベル。わからん。だから、なんとかなんだけど、なんとかっていうのがちょっと嫌みたいな。そういうレベル。なんとかなんだけど、なんとかとかいう表現が、ちょっと NG とか。だからちょっと正直わかんないんだけど、そういうもう細かいところ。だからそういう、うん。だそれが、本当になんとかなんだけどがダメなんじゃなくて、だからその言い方で、なんとかなんだけど、とか、わかんない。だから、なんとかなんだけど、とか、
なんとかなんだけどとか、そういうトーンとかかもしれない。なんとかなんだけどが嫌なんじゃなくて、そう、俺の言い方で、っていうかこういう感じなんだけど、なんとかかなとか、そういう言い方、柔らかい言い方とか伝えてで表現してたら違ってたかもしれない。だから普通に、っていうかなんとかなんだけどとか、そんな、そういう感じの、ファって言ってたら、とかそういう感じかもしれない。あと、俺、スーパーとかでさ、うろちょろするんですよ、うろちょろ。子供じゃないんだけどさ、うろちょろするんですよ。そしたら、勝手にどっか行かないでみたいな、そういうのあったりするんですよ。うろちょろしてるって。ちょっといきなりいなくなるの嫌だみたいな。うろちょろして。だから、そういうところも、本当に、ちょっと あっち、あそこ、醤油コーナー行っていいみたいな。お魚コーナーちょっと行ってていい？ちょっと言い方なんだ。あそこの醤油コーナー行ってていい？こういう感じ？ちょっと、なんかあそこお魚特売してるから、お魚のところちょっと行ってきていい？とか、もしくは、なんか、無添加のなんかパン粉ちょっと探したいんだけど、ちょっと一緒に、ちょっと、あそこだから行ってもいい？一緒に行こうよ。とか、そんな感じなのよ。そんな感じ。その一手間の違いなのよ。この一手間をやらなかったんだよ、多分俺は。全くやってないわけじゃないよ。全くやってないわけじゃないけど、やってたとしても、ちょっと、ね、雑、言い方が雑だったりとか、雑っつってもね、でもそんなに雑ではないけど、こんなにもっと気持ち込めてなかったと思うんですよ。だからほんとそのレベル、だからそういう細かいコミュニケーションのレベル。だから洗い物とかしてるときに、別にね、洗い物してほしいとかじゃないと思うんですよ。洗い物を平等にもうきっちりやんなきゃダメとかじゃないと思うんですよね、多分そういう。なんか洗い物してても、なんかこう、コミュニケーションとかなんですよ。ありがとう、みたいな。俺もなんか手伝おうか、みたいな。いいよ、やるよ。いや、大丈夫。いいよ、やるよ。大丈夫？本当に？みたいな。そんな感じなんだよ。そういうなんか、もう、そんなちょっとしたことだと思う。そういう、だから俺も別にそんなね、なんかそういう、洗い物やるけど、みたいな言う、結構言ってましたよ。結構言ってたりしたと思うんですけど、その言い方とかね、その、さっきの、そういう、洗い物やるけど、多分、俺はこんな感じ、多分ね、洗い物やるけど、大丈夫、どうみたいな。洗い物、なんか手伝おうか、みたいな。こんな感じで言ってたと思います。洗い物。なんか俺やるけど、なんつうの、やるけどやりませんみたいな。やらないつもりないよ。やらないつもりないんだけど、お金出しますっつって出さないみたいな感じになってたかもしれない。だから、やるけど、なんかもう、大丈夫だよっていうのを前提で来てるみたいな。そんなつもりないよ。そんなつもりないんだけど、そういう、なんか手伝おうか。いいのかなみたいな感じ。なんつったのよ。ない。ありがとう。ちょっとダメだ、全然ダメだ。集中できてない。ちょっとだから もっと有効的なあったんだけど、ちょっと恥ずかしくて、ちょっと躊躇してたから、本当は有効だから。ここ洗ってる、例えば洗ってるだろ？洗ってるじゃん？こう。洗ってるところをこう後ろからね、こう、これなんかこう、ありがとうみたいな、そう、とか、なんか、肩揉むのはね、ちょっと苦手なタイプだから、肩は揉まなくてもいいかもしれないけど、まあ、さするぐらいだったらいいかもしれない、さするぐらい。さするとか、でもなんか後ろから、こう、ありがとう、なんかね、聞きながらやってるんですよ、洗濯とか洗剤を。やってる、ありがとうみたいな、
え、何してんの？何してんの？何してんのじゃない？何聞いてんの？ちょっと恥ずかしいな、これはマジで。あれ、何やってんの？何やってんのじゃない？何やってんの？洗ってるに決まってるだろ？洗ってるに決まってるだろ？あれ？え、何聞いてんの？あ、何聞いてんの？でも見てるからわかるけどね。え、ありがとう。なんか手伝おうか、みたいな。え、いいんだよ、手伝うよ、みたいな。いいいい、手伝うよ。え、本当にみたいな。なんか、あ、そういうコミュニケーション、そういう、そんなもんなんだよ、多分、そんなもん。そういうね、ほんと細かいところ。そう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 。そういうね、なんかもう、なんか、一見取るに足らないようなところを気持ち込めてやるってやっぱね、大切かなと思います。思いました。うん。はい。だからちょっと、もしね、本当に、日々本当に丁寧に集中していきなあかんなと思ってます。そのレベルだと思います。そういうレベル。うん。うん。そうだね。なので、これ取説としてね、なんかもう本当に、はい、これは僕がなんで撮ったかっていうと、やっぱこういう自分に対する反省と、そのやっぱこう、普段からそういう意識を顔とか作ったり、この雰囲気とか顔とか作ったり、言い方とか、この表情とかをもっと丁寧にやっていかなきゃいけないなと思って、それを宣言してるんです、この動画で。はい。いきなりさ、なんか、ね、なんだっけ、戦場カメラマンさんみたいな感じでさ、なんか、急になんかこんな、なんか、ちょっとこう、変わってったら、あれだと思うんですけども、あれだから、一旦ちょっとこういう風にね、宣言させていただきます、本当に。ちょっとでも正直忘れちゃうかもしれない。一週間経ったら全くやってない可能性あるんで、本当に。うん。一週間、二週間、一ヶ月、もしかしたら最悪もう明日とかもう忘れてるかもしれないんで、ちょっともうそうならないために僕ちょっと本当に、ここで動画でね、収めとこうと思ってます。本当に。収めとくし、もし気づいた方いたら、ちょっと最近、その顔作ってないですよとか、これ本当に大切なことだと思う。顔とかやっぱ作らないと、重要だと思います。多分ね。俺よりわかんないけど、なんとなく勘。テレビとかもさ、ワイプでこんなちっちゃいところさ、こう、右下とかさ、右上とか左下とか左上でちょっと出てんじゃん。ああいうのも芸能人の人ってこう、顔作って、とかやってんじゃん。でたまにこう抜かれた時ぼーっとして、あってこうすぐ顔作ったりとかしてるんですよ。こう見てると。だからやっぱそういうの大事だと思うんですよね。うん。だその一挙手一投足に、本当に気持ち込めて、このジェスチャーもそうだけど、まあちょっと本当恥ずかしいよ、マジで。マジ恥ずかしい、本当になんか。もう本当に、これも、ショーじゃないよ。ただの動画だけど、ショーじゃないんだけども、やっぱそういう風に、やっぱすること大事だと僕はちょっと思いました、本当に。はい。なので、この仕草、表情、声の出し方、トーン、声の声量、すごく全部表情、はい。動画でもそうだし、日常生活でも。ただ、お父さんお母さんの前だと僕ちょっとね、心開いてないんで、心開いてないわけじゃないけど、お父さんお母さんの前でちょっとできないと思う、ちょっと。うん、俺結構愛してるとか結構連発するんだけど、後藤輝樹知ってる人の前では、お父さんお母さんの前だとちょっと棒読みでさらって言ってる感じなんですよ。ちょっと言ってんのか言ってないのかわかんない。聞き取れないぐらいの愛してますみたいな言ってるんで、ちょっと、まあ将来的にちょっとそこは本当に乗り越えなきゃいけないと思うんですけども、うん、だからまあ、そうだね。お父さんお母さんに対してもちょっとこう、もっとやっていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。だからちょっとやっていきます。やっていけなかったらすいません。あ、やっていけないかな。ちょっとどうだろう。
お父さんお母さんの前だと、ちょっとね、ずっとやってると、ずっとやってるしんどいから、でもずっと、でもそれやんないと、筋トレと一緒で、うん、だから実家のなんかあの動画撮ってる時ぐらいはやろうかな。でもなんかほら、あこいつ動画撮る時だけやってるとか思われても嫌じゃん。だからもうちょっとね。うん、あでも本当、でも常に顔作る意識しないといけないなと、ちょっと本当に昔から思ってたんですけど、ちょっとまあ怠けてたと思います。はい。うん、だから、スーパーサイヤ人が常にスーパーサイヤ人でいて強くなるみたいな感じで、やっぱスーパーサイヤ人で常にいないとダメだなと思っております、本当に。うん。たぶん、だからそういう気が抜けてたっていうか、うん。そういうところで、ちょっと、ね、地雷の蓄積というか、だから、あの決定ではないと思うんですけど、いろんなことの積み重ねで、それでちょっと、さよならさよならになっちゃったと思うんですよ、さよならに。うん。僕のもっとこう、ね、そういう、もっとこう、もっと繊細にね、丁寧にやっていかなあかんなと、思ってます。はい。ということでね、いつも皆様ありがとうございます。もうね、これ、本当気持ち込めてね、言わなきゃいけないなと思ってます。本当に皆様これどう、このね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。感謝しています。皆様がこう見ていただけてるので、僕もね、ちょっと頑張ろうって思ったりするので、はい。なので、ね、ちょっと、嘘くさい感じになってたら申し訳ないんですけど、ちょっと演技っぽくなってたら申し訳ないんですけど、僕もまだもう本当に日々勉強中といいますか、はい、まだ拙いところあるかもしれないんですけれども、本当気持ちを込めてね、気持ちが、この映像を通して、動画を通して、あなたの元に届くように、本当にやっていきたいと思ってるんで、だから本当実際にね、この会ってなくても、この動画上でね、最近ちょっと気持ちこもってないですよってコメントとかしていただけると、あ、やばいって思い出すんで、ちょっと、一応これ取説でやらせていただいてます。本当に。ということで、いつも皆様ありがとうございます。感謝しています。愛してます。大好きです。はい。大丈夫ですかね？はい。ということで、ありがとうございます。